心霊スポットでゴミ拾い活動。はい。というわけで、この活動は皆様のスーパーサンクスなどで継続させていただいております。本日までにスーパーサンクスをいただいた方へのお礼はこの動画の最後に紹介させていただきます。というわけで、今回来ているのはどうでしょうか。今回は尾崎沼というところですね。なるほど、うん。まあ、そこでの深夜での検証動画はもう前日に公開されていますので、はい、まさにここですね。見ていただければなと思います。まあ、ここがいろいろ禁足地とまあ言われている、もともと元か、まあね、元禁足地と言われてた、まあ、ですけどね、はい、じゃないかと、うん、まあ、いろいろな、例えば草木一つでも持ち帰ると、うん、まあ、たたられる、もうとりあえずたたりがあると、うん、やっぱそれどころかやっぱり物を持ち帰るとたたられるというふうなのがあったんで、うん、はい、ゴミ拾いがちょっとどこまでしていいのかねえ分からないですが、ゴミもそれが対象なのかね。ちょっとまあ、とりあえず周辺を歩きながら考えてみたいと思います。じゃあ行きましょう。さあ、この辺を一周ぐるっと回っていきましょう。はい、じゃあ行きましょう。歩道のゴミは OK なんで、歩道のゴミはここにもある。歩道のゴミはさすがに大丈夫だと思うんで。まあ大丈夫でしょう。敷地の中が危ない。やっぱりもう、だからここが手つかずなのはそういう伝承があるから、その行政も何もしてないんじゃないかっていうのは。とは言われてるけどね。うんうん、横がもう、農家なんで、そうなんよね、農家のものはその農家さんのところの敷地に。だからこういうちょっとしたゴミ、これがちょっと分かんないな。これがね、取れるかどうか、どこまで入っていいのか、ちょっと本当。でもここはもうあれやろな、敷地だろう。なんか分かんないけど、うん、タイヤの跡の向こう側は、うん、そうかもな。なんだこの金属音みたいな。さっきからでもずっと鳴ったのよね。多分なんか風かな。うん、ここがもともと鳥居があった場所ですね。ちょっと崩れちゃった。しかもなんでこのままなんやろな、崩れたままなんやろ。触れ、まあ、それなかなか、なんかいろいろ、それは経済的なこともあるな。お前あれじゃん、昨日夜中なんか何財布ないわって言って俺にお賽銭出させてさ、うん、そっから一回車乗ったから、うん、改めてじゃあお賽銭あげれるじゃん。いや、やったやんか。何お前、俺の分置いてくれたやん。じゃあおしまいやん、おしまいおしまい。やったって言い方がもうな。いや、もうやったやんか。おしまいや。やったって言い方がもう。もう俺、やった。何やったって、お前。義務感でやってんじゃねえか。全然感謝とかじゃなく。いや、もうやったからええねん、もう。何やねん、お前。すげえ言い方すんだ。お前俺の分やってくれたの？じゃあ俺はやったってことや。お先様にすごい言い方すんだ。俺やったやろ。俺、明日からたたられるの。自宅にでも。義務感というか、もうなんか。やったらええやろ感がすげえな。お前見てたやろ。何が。もうなんか、お前が置いた瞬間に俺ちょっとなんか俺も置きましたよみたいな顔してたの。そうだな、あのいつ自分で、うん、あの、まあ、僕ちょっと財布忘れたんで宮本が出してくれましたって言うのかなって思ってたら、永遠と言わずになんかそのまま動画を終わらせようとしたから。最低お前。お前がそれ言わんかったらちゃんと字幕で二人はちゃんとおさらいをして、これからさこの道を進んでいったみたいな字幕入れようと思ったの。その字幕入れても俺自分の字幕消すから。俺が最低や。もうあかんて、はい、ここはもう多分この水路のこっち側はさすがに歩道なんで、あの大丈夫。水路の向こう側もやっぱり、水路の中は中はもうあれじゃねえか、あんま触らない方がいいんじゃないか。水路なんかね、なんかあんまり、いやでもこれ流れてるから、あの田んぼに流れてる水だから。ああそうなんや、うん、大丈夫と思う。綺麗だと思う。でも俺のお風呂場の排水口よりは綺麗やな。俺のお風呂場の排水口の方が濁ってるから。じゃあいつかそれちょっとあのプレミアの生配信で視聴者どころか、排水口の蓋を、排水口の蓋開けるとこを生配信でな。お前視聴者どころしか、まあ、登録者も減ると思う。なんでこんなやつフォローしてたんだよ。このでも先大通りに繋がってるから、もしかしたらゴミあるかもしれないから。かもしれないね。おさきさん、うん、おさきさんのそのこのなんかゴミは拾って OK ようなのか、うん、いやそれもちょっとなのかがちょっと分かんないからな。なあ、直接聞けるわけじゃないからな、うん、おしゃべり人形でそれ伝えてくれたらな、ゴミ拾ってねみたいな。あーすっげえいい景色。でももう喉が暑いわけよ。もう田んぼがまだ朝一なんやけど、この暑さ昼間やばいぞ。だから
昼になる前に終わらさんと多分知るぞこれ。そうだなこれ。でもこの近く調べてたら伊賀饅頭っていう、俺昔せっちゃんにあげたお饅頭があって、お前に多分話してめっちゃうまかったんだよって話をお前にしたことあるんだけど。あ、マジで。うん、まあお前も忘れてると思うけど。何？どんな饅頭？その伊賀饅頭はこの近くにあるから、もう本当すぐそこにあるから、この後ちょっと買いに行ってもいいかもしれない。あ、いいね。珍しいお饅頭。あんまり他では買えないお饅頭。え、どんなお饅頭なの？なんかね。赤飯に包まれてるというか、もう伊賀饅頭の伊賀っていうのはだから伊賀伊賀の伊賀確か。あ、そうなんや。うん、まあまあそれでも楽しみにしておいてもらった方が、はいはい、でその時に俺が昔行った時に、最初に一番行きたかった店が閉まってて行けなかった店が、さっき調べたらこの近くで。あ、そうなんや。そう。あ、じゃあちょうどいいやんか。ちょうどそう近いんだよな。うわ、でも昔俺こんなとこでずっと遊んでた、懐かしいな。こういう田んぼの水ってめっちゃ冷たくて気持ちいいんだよな。ああ、分かる分かる。俺もよう入ってたわ。空き缶いっぱい出てきたな。なんか捨てられてんな、なんか意外と落ちてんな。これも、あ、そこにも瓶、ビールの缶が。すげえな、やっぱこう魚もいっぱいいるわ。これ子供好きそうやな、こういうとこは。俺こういうとこで遊ぶの好きだったな。まあもうずっと言ってんな、それ。生き物系 YouTuber の人はこういうとこでな、撮影してやってるからね。そうやろな。なんか意外と落ちてんな。いや、落ちるよ。ちょっと溜まってきたぞ。それに何すんの、でかいの。マックの袋みたいな。ちょっと何かわからんけど、何かの袋やな。まあまあ、回収しましょう。さあ、ちょっと広い通りに出ましたね、歩道が結構な量だったな。え、だって見てよ、あれだな、なんかあんまり人通んないのかなと思ったら、意外とビールの瓶とか、あの缶とかさ、いろんなもん落ちてたな。あ、この通りも結構集まんじゃねえか、もしかして。え、マジで。あの左のとこゴミじゃねえか。あ、ほんまや。うわ、ゴミや、これはあれか、普通のなんていうのかな、手つかずの土地だね。だとしたら多分相当捨てられてるイメージない、こういうとこって。まあ奥まで投げ捨てるかはしょうがないけどな、今の季節は草木がもう生い茂ってて中見えないからな。そうそう、ジュースとかカップラーメンの袋とか。なんかもうこの辺やばいな。沼があっちの方なんでね、ちょっとだいぶ歩きましたけど。ほんまや、全然違うやん。まあでも周辺ね、まあこれで見てくれてるかもしれないんでね、お先様がね見てくれてるかもしれんからね。なんかお前ってんと、なんか嘘つくとき声がオクターブぐらい上がるよね。嘘じゃない、別に喜んでもらえたら嬉しいやんか。何言ってんの。だってさ、お賽銭もだってもう一回こう戻ってくるって分かってる上でわざと持ってこなかったじゃん。わざ、いやまあな、だって分かってたろお前。え、だって10円なくなるのでかいやろお前。そういう気持ちなのに、カメラ回ってる時だけさ、しかもカメラ回ってない時そんなこと一言も言わねえでさ、急にカメラ回った時だけ声高くしながら喋ってさ、いいこと言うわけやな。だってあのちょっと声高く喋った方が可愛いやろ。そんな年じゃねえだろ。何気にしてんだよな。そんなん気にしねえで笑いの勉強しろよ。違うわ、俺は違う。どうやったら可愛く見られるかよ。やっぱり声高く可愛く喋った方が可愛く見れるよお前。まあ、お前だけなんかな、家で高いマイク使ってるもんな。ちょっとさっきからやけど、ここ結構あるぞ。うん、この先もある。あ、めっちゃあるやん。特にお酒、これあれか、結構投げ捨てんだな。酒の缶は確実にポイ捨てたからな。だいぶひでえな。これ誰かまとめて捨てたな。薬の、てか薬が多いなこれ。結構溜まってきたな。え、もうこんばんや。かなり。確かに田んぼってゴミ捨てないでみたいな看板多いけど、こういうことなのか。そっか。みんな捨てていくんだろうな、そこの。ペットボトルのあれも、これちょっと気をつけた方がいい。ここ何、この隙間、さっきから蜂がいっぱい入ってってるから。おい、やば、絶対巣あるやん。うん、ちょっとなんか音するし危ない。いやでもね、田んぼいいな。まあな、もう俺はどっちも田舎育ちやからな。田んぼの中で、その田んぼの中の生き物よく昔捕まえてたの、ちっちゃい頃。なんかこの前さ、もう動画まだ公開されてないかな、ある生き物捕まえる動画サブチャンネル撮ったじゃん、ああいう感じで、ちょっとなんか生き物探す系の動画もいいな。
まあお前特に好きやからな、うん、俺虫苦手やけど。銀ヤンマってなんかちっちゃい頃見たけど、うん、最近全然見ねえなと思って、うん、銀ヤンマ探しに行くのもちょっと楽しいかなと思うんだよ。銀ヤンマ見たことある？ちょっとあれあんまり詳しくないな俺も。でっかくて、うん、すっげえ綺麗なトンボ、珍しいからなかなか、うん、珍しいやじゃあなかなか見つけられへんのじゃあ。でもいやそんなそこまで珍しくはないはずなんだけど、うん、ちっちゃい頃別に1日に何回か見るぐらいのレベルなんだけど。あでも最近は見ないんや。なんかそういうとこ行ってないからか、行けば見つかるのか。長いこと見てないからか、うん、だからちょっとそれ探しに行くのも楽しいかもしれない、うんうん、とりあえずまあでもゴミ拾いの量はかなり溜まったんだけど、うんうん、この後どうするかな。もうとりあえずこの周りはだいぶコンプリートでしょ。周りって言ってもかなり遠くまで来たからなちなみにあれぐらいの距離ですね。結構だから歩きながらゴミをたどって結構な量歩いて拾ってきました。そうですね。おそんな瓶ビールの缶まだ落ちてない、うん、なんだかこの沼まで戻ってきた感じですね。あでもこの田んぼの付近の匂いいいな、昔思い出すよこれ。やっぱりあれだな、こうやって明るくなると分かるけど田んぼの中に急にこうバンって出てくる森ってやっぱこういう感じなんだな、うん、何かしら伝承があるんだろうな。でもああいうところっていっぱいあるからね。他のところももしかしたらな、うん、これは農家さんもゴミ拾いに関してはこう感謝してくれるかもしれないし。それは嬉しいでしょ、ゴミ、うん、なくなってた缶とかな、多分鬱陶しいと思ってたろうから。さあ一周終わりましたね。暑い暑いけどなんか風が結構気持ちいいからそこまで汗出なかったな、気温の割に。そう、あ、まあ気温の割にな、うん、ゴミも結構な量。ちょっと見てくれこれもうこのすごいな。神様に一応報告だけ、はい、ちょっと中入れないですけどもここ、ゴミ拾いさせていただきましたんで、はい、ちょっと昨日の夜中からお邪魔させていただきましたが、ね、ちょっとお崎様に向けてもね、うん、どうもありがとうございました、はい、ちょっとじゃあ他のとこ行くか。じゃあ行きましょうか。お食事タイム。というわけで、俺が言った伊賀饅頭ありましたよ、お店入りましたね。なんかあれなんやね、あの、あんこを赤飯で包んだ感じなんやね。でもちょっとそんな単純なもんじゃない、食べると。そうなんや。俺は食った時、うん、うわうまってなった。赤飯好きやもんな、そもそも。まあ赤飯は好きだけど、どう違うの？赤飯とはやっぱ違うな。違うんや。ちょっとじゃあ伊賀饅頭早速食ってみるか。そっちがシンプルバージョンも、こっち栗バージョンもあるから、ちょっと1個ずついってみよう。栗ってどういうこと？栗が入ってんの、うん、僕は普通の、じゃあ、イガマンジュいただきます。あ、もちもち感えげつないな。うん、なるほどね。うん、ちょっとやっぱ単純に赤飯とあんこってわけじゃないでしょ。ちょっと赤飯、やっぱり赤飯っていうものの味ではないよね。うんうん、でやっぱな、ちょっと店によってもいろいろ違うらしいんだけど、うん、俺もめちゃめちゃ引き立て役やんでしょ。うまってなって俺最初食った時、あこれうまい。しかもなんか甘いしな、思ったよりも甘い、確かにでしょ、うんうん、じゃあ俺もちょっとこれが栗バージョンですね。ちょっと栗、一応ちょっと見えにくいかもしれないけど栗がちょっと入ってます。うん、だからこの赤飯の周り、なんか饅頭を周り赤飯で囲ってる感じ、うんうん、でこの赤飯がさちょうどいいもちもち具合で引き立ててくれるんだよ、うん、甘さを。あうめえわ、久々に食っても。うん、いやこれ赤飯単体でも美味しいのよ、うん、これでもやっぱ赤飯の硬さがちょうどよくね、うん、うん、うめえ、柔らかい。栗もこれ甘くてうまいわ。あ、ほんと？うん、みずみずしい。あ、違う、やっぱスーパーのと全然違う、プルプル。お味噌、あれでも違ったから。みずみずしくて弾力があって、うん、で、かつちゃんと味もしっかり出てる、で、このきな粉も、程よい甘さ。あ、うん、きな粉にも味があるんだ。そう、薄すぎず、うん、
濃すぎず。みずみずしいっていうのが珍しいんだ。わらび餅。あ、みずみずしいんだよ。わらび餅、濃すぎ。なんね。あ、本当に刺した感じがもう違う。うん、あ、本当だ。なんて言うんだろうこれ。でも難しいな、例えば。いや、でもマジうまい。そう、普通のスーパーのとよりもなんかこう水分が多いというか、うん、弾力はしっかりあるけど、うん、すぐに噛み切れる感じがするな。どうな、暑いから冷えてたからこれ。そう、超いい。うん、きな粉も美味しい。これはうまい。一気になくなった。これおうまいな、これ。うんうんうん、なんかおかきうまそうでさ、うん、で、あのミネラルの方向、命の塩、岩塩って書いてあるから、ちょっと確かに命を、ね、もう命を補充させてもらおうが、うん、めちゃめちゃ美味しそう。俺これ塩味の揚げ餅好きなの、うん、俺、うん、あ、でっかいの、なんか一粒口当たりもふわっとしてる、あ、硬くねえんだ。そう、硬くない。あ、いいな。こういうのって硬くてちょっと歯茎に刺さるみたいなのかな。あと、ね、でもパクパクいくよ。柔らかさ、ね、うん、いや俺も行ってみるか。これちょっと合うな。芋ようかん、これもちょっと冷たいやつで、でっけえこれ。値段が300円ぐらいだったから、うん、なんかすっげえ自然由来って感じ、うん、なんかめちゃめちゃ味付けしてますっていうよりは自然の芋の甘さで勝負してる感じ。うん、今ってほんと甘いからね。うん、その甘さが出てるな。うん、余計な甘さ加えてない。これ薄味が好きだから、うん、いいなこれ。多分本当に余計なもん入れてねえわ。最後溶ける口の中のこれ。かき氷みたいに溶けたこれ。それがふわっとしてる。このボリュームすげえな、これ。300円のこの量か。普通のコンビニとかスーパーで100円で売ってるちっちゃい羊羹が10個分ぐらい入ったんじゃないか。うわ、うわ、うん、いいねこれ。冷たくてうまいわ。うん、そして最後の一個なんですけど、これちょっとすげえ気になった塩あんびっていう、なんかめっちゃでかい大福みたいなんですけど、ちょっと反射で見えないけど、まあ普通にシンプルに見た目大福なんですけど、これ買ったらお店の人がなんかこうやりながら、ちょっと仕入れたんでこれ持ってってくださいって言って、なんか白い粉は砂糖や。あ、そう、うん、食べろお前風評被害や砂糖です。なんか砂糖つけて食べると美味しい。そう、砂糖つけてくださいって書いてあって、お前何やと思ってんこれ。いや、だってこの白い粉、この袋に入った白い粉を、あれやん、食べろ。その言い方やとこれやん。これいいんで、ぜひちょっと持ってってくださいって言うから。いや、お前、買うな、だって、お前。何？ただで、ただ。末端価格とかじゃなくて。付属の砂糖やから。そうそうそう。うん、これ買うんだったら、これ持ってってくださいって。もう、また、ひっそり隠れて、この店来るとこないよな、お前。これを求めに。砂糖。砂糖求めに。ああ、まあ、砂糖やったらいいんやな。砂糖やんな、これな。そうそう。砂糖じゃなかったらいいな。お前、なんだと。え、だからこれ。この袋に入ってるからって、お前。どうしようか、難しいけど、ここにもかけちゃう。あ、いや、あー、もうかけちゃおうか。かけちゃうか。うん、なんか写真だともうほんとがっつりつけてたからな。おお、そう。ちょっと難しいな。めっちゃあるわ、量。これ、致死量やぞ、この砂糖の。これすげえ。1日分の量ちゃうけどな。うん、じゃあちょっとつけてたっぷり。わらび餅のやつとかに受けながら。確かに。いけない。よし。うん、じゃあ、ちょっといただきます。何このもっちもち。めっちゃすごい今もちってなった、食ってる時。もっちもち。味はどうなん、普通なん。あ、すげえ、これもう触った感じが何だろう、雪見大福みたいな。うわっつ、砂糖の、いやー、これちょっと表現むずいな。ちょっと肉ってんの、うん、あ、もちの大福なんですけど、餅の部分がかなり分厚い、うん、で、あんこめっちゃしょっぱくない？そう、塩味、塩がすごい。だからこの砂糖をつけるとちょうどいい。
わざとこんなしょっぱくさせてるんや。そうだな、名前が塩あんびやから。うん、だからちょうどよく砂糖なんや。うん、これ砂糖の量太っ腹すぎるよな。こんなつけらんねえな。すげえ。正直砂糖なかったらめっちゃしょっぱいもん。いや、やっぱ、うん、むしろ塩辛いわ。塩辛くして砂糖つけなったら最初から甘くしたらいいのにな。もともこのねえな。この言い方、もともこのこれが特徴なんやな。この皮やべえな。この皮やべえ。今までの和菓子屋で一番分厚い、うん、すげえもちもちね。うん、本当俺だから歯がグラグラの時やったらと思う。歯取れてたこれ、それぐらい、うん、雪見大福の食感にちょっと似てるから、ね、それがもうめっちゃでかくなってるみたいな、うん、あ、うまいなこれ。やっぱ正解だったここ来て、うん、あ、不思議なものがあるの同時には。あ、これやっぱ同じ砂糖やからきな粉もや。あ、きな粉でも、うん、いや、うん、いいな、美味しかったね。いや、今日は結構暑い中、ゴミも暑い拾えて、美味しいものも探せて、まあこんな感じじゃないですかね、うん、よし、じゃあとりあえず今回はこんな感じで、また別の場所で頑張りたいと思います。それではスーパーサンクスのお礼の方させていただきたいと思います、はい、星空にゃんさん、前瀬子さん、地図さん、地図さん、匿名希望さん、ウェンディーさん、ミルクさん、山尾聖子さん、戸田千鶴子さん、猫田猫尾さん、佐藤由紀さん、工藤恵里奈さん、吉田幸恵さん、地図王さん、ウェンディーさん、俳優ご自慢さん、山尾聖子さん、ソラ&マミさん、ユーミンさん、安藤夏さん、FSDJO2 さん、ミルクさん、久美子さん、遥香さん、FSDJO2 さん、俳優ご自慢さん、福原さん、ミルクさん、ソラ&マミさん、高倉ポンズさん、FSDJO2 さん、工藤恵里奈さん。というわけで今回も本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今回はまあ金属地と元金属地みたいなデッカーションとさっきのものですかね、うん、まずまあ一つ言えるのはそこでゴミ拾いさせてもらいましたけど、うん、特に何も嫌なことなく、うん、無事になんかすっげえほのぼのとしてる。それがそうなの、なんかむしろさ朝行ってあの周辺とかも含めてゴミ拾いしてる時なんかすがすがしかったけどね、うんうん、気持ちいい気持ちだったな。だいぶ落ち着いてた映像になってる。うん、よかったな。だからああいう場所もちょっと今後いろいろ多分探すのがあるんで、うん、まあ、うん、そういう、そうか、まあ言い伝えはちょっと怖いけどな。そうやって今多分動画でも説明したけど、昔酔っ払った人がそこのなんか物を持ち帰ったらうなされてそのままおっくりしたと。うん、それが大昔、そうそう、大昔の話、それがずっと語り継がれる。まあそれ以外にも、あそこに行った人が後日霊媒師さんとの会う機会があって、そしたらずっと首にヘビが巻いてきて、そういう話があったっていうことで、まあそういうのがいろいろ重なって、それを聞くと本当に語りですね。あそこでもさ、あとでもこれ沼あった。あ、でも、うん、なんかやっぱり沼は本当にね、こじまりしてるらしい。あ、じゃあもう今はもしかしたらむしろ、うん、何多少あるらしい。でも本当に小さい、うん、昔は大きい沼だったけど、あの看板にも書いてあったよ、結構大きめに書いてあったけど、うん、でもやっぱり、うん、ちょっと小さくはなってるとは調べたら出てきましたね、不思議だな、うん、まあでも勉強もできたし、まあちょっとせっちゃんたちのお話も聞いてみないと分かりませんけど、金属地なとかちょっといろいろ調べたらもしかしたらみんな、うん、こう日本の歴史とか分かるかもしれない。新たな何か決まるのかなというと、まあ、新たな全国の雑誌島原さんに会いに行こうシリーズと、この金属シリーズちょっともしかしたら今度やっていこうかなと思いますね、はい、まあ、今回も皆さんのおかげで無事に乗り越えていただきました。伊賀まんじゅうでしたね、なかなかうまかったと思いますけど、ね、ぜひあの辺行った方は食べてみてください、はい、それでは今回はこの辺でありがとうございました。
これがね、ちょっと見せますよ、今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください、これ。いや、これ通りたくねえわ、こんなん、おい。おお、やばいやばいやばい。これはいいな。